ティエラデルフエゴ世界最南端の都市ウスワやティエラデルフエゴは南アメリカ大陸南端部に位置するチリとアルゼンチンが分割して領有する諸島。日本語に直訳すると火の土地となる。フエゴ諸島とも面積7640平方キロメートル。フエゴ島が面積の大半47992キロ平方メートルを占める。チリ量は フエゴ島西部、デソラション島、サンタ、イネス島、ドーソン島、オステ島、ナバリノ島、ウォラストン諸島、エルミテ諸島、および南にやや離れたディエゴラミレス諸島などからなる。アルゼンチン領は、フエゴ島東部、および、フエゴ島の東に位置するロスエスタードス島などからなる。南アメリカ最南端のホーン岬は、チリ領のエルミテ諸島のオルノス島にある。 北の南米大陸本土とは狭いマゼラン海峡で南の南極大陸とは広いドレーク海峡で隔てられている。西は太平洋、東は大西洋である。1520年世界一周の航海の途上でマゼラン海峡を通過したフェルディナンド・マゼランが発見した。スペイン語でティエラは陸地、フエゴは火の意味で島に多数の焚き火を見たことから名付けられた。 焚火は先住民族、ヤーガン族のもので、ハンラの生活を送っていたヤーガン族が暖を取るために起こしていた人も、マゼランの艦隊を見て出した警報の日とも言われる。アルゼンチン側はティエラデルフエゴ州をなし、ティエラデルフエゴ国立公園に指定されている。州とはフエゴ島にあるウスワヤで世界最南端の都市とされる。チリ側は マガジャネスイデラ、アンタルティカチレーナ州の南端である。極めて寒冷で、農牧業は放牧がわずかに行われるのみである。地下資源が豊富で、金や石油を産出する。ビーグル海峡内部をはじめ、島周辺には、南セミクジラや希少な固有種のイルカ類を含む、多様なクジラ類、気脚類、ペンギンなどの鳥類など、多種多様な生物層が観察できる。 豊かな自然環境が残っている。フエゴは、非ティエラは、土地を意味する。ティエラデルフエゴは、諸島の最大の島、フエゴ島のみを指す場合と、フエゴ諸島全体を指す場合があり、注意を要する。特に区別する場合は、フエゴ島を大フエゴ島、イスラグランデでティエラデルフエゴ、あるいは単に、イスラグランデと呼ぶことがある。参照、フエゴ島とは、フエゴ諸島とは、 リーダーズ映画辞典、ジーニアス映画大辞典、ウォラストン諸島に含める文献もある、小学館日本大百科全書など、少しし、ファウナネイチャー、パート5、ザグレートマリーンマーマルズ、ありがとうございます。